第二次世界大戦中に海外で亡くなった身元不明の戦没者を慰霊する拝礼式が東京千代田区の千鳥ヶ淵戦没者墓苑で開かれました。ロシアと硫黄島で見つかった遺骨のうち身元が分からず遺族に引き渡せなかった235人の遺骨が新たに納められました。これまでに納骨された戦没者は合わせて37万485人となりました。